遠藤敦史と服部宗之助のレディオー。ラジオの前のあなた、 Are you ready? スピカ今野あずさ役、遠藤敦史です。ラジオの前のあなた、 Are you ready? マテンロケット真田淳之介役、服部宗之助です。この番組はアイドル育成スマホゲームレディのラジオ番組です。第2回ですね。第2回です。始まりますね。始まります。じゃあこの間の放送、まあ前回の放送で反省会しようっつってね、はい、アッシュと2人で飲み行ったんですよ。来ましたね。でね、俺の考えだとね、いや、より親睦を深めたらもっと良くなっていくんじゃないのかな、今度レディオかなって思って、はい、だからお酒をいっぱい飲もうと思いましてですね、結構もう酔ってくると人間本音で話せるじゃないですか、ところがどっこい、2人飲んでも飲んでもお酒強くて全然言わなくてもうね、何言ってもう普通の終始普通のテンションだったね。でもう最初の15分ぐらいで反省会終わっちゃったしね。ね、てかなんかそのお店に着くまでさ歩いたじゃない、そこで話し尽くした感ね。それあるね。もう収録終わってそのスタジオの外でもちょっと喋って、で そ,、ね、そこにお店に着くまでもたくさん喋って、いざ着いて一瞬だったね。一瞬だったね。ラジオの話より世間話だったね、ほとんど。いやでも皆さん反省してますからね、ちゃんと。もちろん、はい、反省を踏まえてやっていきますが、はいはい、あつし最近いいことあった？最近いいこと、難しいな、最近いいこと、え、めっちゃむずいじゃん。何？いいこと？いや、なんかないないない。いいことない？ないない。あら。じゃあ今日はいい日になるかもしれませんね。は？どうぞ。早い。オープニングで。おめでとう。し。ありがとうございます。わあ、ショートケーキやで。うわ、立派なものが。え？めっちゃなんかこの間さ。前回の MC への贈り物と大きさが全然違うんだけど。確かにね。そんなこんな大きさのもらっていいの？人も少ないのに。本当おめでとう、淳。はい、ありがとうございます。なんか一言、淳から。そうですね、年レディ、まあリリースされてからは1回目ですけど、レディとしての活動が始まってからは2回目の誕生日で、なんだろうな、こうあずさの誕生日とか結構盛大に祝ってもらえるじゃない。だからなんかそれがやっぱ結構嬉しくて、なんか自分の誕生日より比重が大きいというか、自分の誕生日2回になったけど、どっちかっていうとあずさの誕生日を祝ってもらってる時がすごい楽しいなって思ってたんだけど、だからなんかね、自分の誕生日ってなんかあんまり気がしてなかったから、いやなんかびっくりした。なんかこのレディの中でまだ自分の誕生日祝ってもらえるんだっていうのは衝撃だった確かにね。いやね、そんな感じでね、照れてるアツシ可愛いです。はい、はい、ありがとうございます、はい、それではいきますよ、レディオこの番組はセガゲームスの提供でお送りします。それではゲストに登場してもらいましょう。ご挨拶をどうぞ。ラジオの前のあなた、 Are you ready? スピカ五十嵐弘役、小宮隼人です。いや、開幕の挨拶は誰？いやいや、俺だ。トウヤが来たかと思った。そんなかっこよかった俺。っていうか、アツシおめでとう、誕生日。ありがとう。おめでとう、改めまして。ありがとうね。なんか、ハヤトが出てくる前に、ひとしきり、ハヤトがこうね、見てるのにね、そうやるっていう。あの、喋れないもどかしさ。いや、おめでとうって思ったんだよ、もう。すごい。すごい気持ちはね、もうすごい口に出せない、ね。このね、もどかしい感じを、今、発したわけですが。はい。俺、今もどかしいよ。もやもやして。まあね、第1回ゲストとして小宮君、はい、意気込みの方をよろしくお願いします。意気込みですか。はい、いやもうね、あの18回目今回、はい、そう18回目ですけども、もうずっと待ってたのよ。楽しみに待ってました。はい、はい、いやみんななんか本当にラジオに出るみんな、その MC の人もそうだけど、ゲストの人もすごい楽しかったって言ってたから、いやもうどんなに楽しいのかと、今日楽しみにしてまいりました。頑張ります。
願いします。なんだそれ。さてさて、レディーこう配信されてますけれども、どう自分ではやってますか。やってます。ちょうど今さ、うん、スピカのイベント、うん、はい、そうだね、やってるじゃないですか。 ねアッシュもやってる。もちろん俺はね、今ちゃんと上位 5% まで上げてやってるね。なんかね、最初装置、星5装置、うん、特攻カードじゃん、うんうん、が全然引けなくて、そのイベント始まったってすぐに、うんうん、そのありったけのダイヤとチケットを使って回したんだけど、うん、出なくてやばい、完全に出遅れたみたいな、うんうん、でもうなんだ、そのユニットのランクを上げるとダイヤが報酬でもらえたりするじゃん。あ、そう、いっぱいもらえるよね。あらゆる手を尽くして、うん、もうガチャ回して、うん、なんとか星5装置手に入れて、ようやく追い上げで 5% まで。いやー、おめでとう。すごいね。俺もさ、スタミナドリンク、わかる、あれね、めちゃめちゃ回して頑張ってる今。うんうん、ね、めっちゃ使うよね。俺もないんだけど、スタミナドリンク。ないの。いや、もう枯渇してるよ俺。もうダイヤもないしドリンクもないし。ね、なかなかね、もらうのも、ね、難しいからね、あれ。あ、てかみんな、はい、このスタジオの中にあるこのアツシバースデーケーキ、はい、真ん中にドンと食べながら、お、今日は、はい、インしていいということなので、はい、やったー、皆さん食べましょうよ。お久しぶりのモグちゃんじゃん。おー、懐かしい。いや、マテンロケット、なんかケーキっていうなんかあれもあったから、あ、なんか ありましたね。すごい親近感がすごいわ。あ、お、カチャカチャ、じゃあいただいちゃいますよ、はい、いただきましょう。うん、なんで早く、なんで早くから行こうとするんだよ。アツシからだ、おびっくり。アツシでしょ。いただきます。あれ、これってさ、外側にある、ある、あれ、お、博士、剥がす、剥がすよ、もう。え、みんなこのさ、わかるよ、俺で言おうとした、言おうとした、言おうとした。ケーキの側面の、いや、俺はそこ手つけない人、そんなに。舐めたりしない、しない。いや、ちょっとやっちゃう。やっちゃうの。うん、やるとしてもフォークかな。あ、でもそうだね、なんかそのままいかないね。え、そうちゃんは。え、俺小学生までは舐めてた。あ、そのまま。そう、もうそのままベロッつってね。じゃあ行ってもらいましょう。いやいやいや、じゃあもう子供心を思い出しつつ。行っちゃう、行っちゃいましょう、もう久しぶりの。行くよ、うん、ちゃんとね、音出さないと伝わんないから。音出す、それないよこれ、放送できるこれ。いけるいける、もう全カットされちゃうよこれ。じゃあいただきます。はい、うまい。いや、誰かフォローしてよ。なんだよ今の、やり損だよね。いや、よかった、よかった。生クリームがね、ついてる感じ ね唇に。ほんと、かわいい。見せて、見せてあげたい。俺も食べるね。いただきます。食べて、このいちごちゃんのところを食べようかな。え、俺も食べる。あ、じゃあ俺も食べる。え、なんて。もぐもぐ、うまい。いや、かぶってるやん俺と。かぶってるやん。ほぼ俺と一緒やん。待って待って待って、なんだこの流れ。ハヤト、ハヤト、ハヤト、ちょっと、本当にこの流れなんじゃこれ。手本を見せて、見せて、見せて。え、いいよ、見せちゃう。じゃあ俺はもうね、スタンダード、お願いします。見ます、いただきます。うまい。いい天丼、いい天丼だった。放送事故じゃん。もういやいやいや、でも俺期待してた、ハヤトだったら突拍子もないことやってくれんじゃないのかなって。そう違う、聞いて、これは流れですよ。みんなうまいっていう流れですよ。もうどっちが正解なんだ。そうよ、リベンジしたい。やめろ。リベンジしたいの、ハヤト。やめろやめろ。突拍子もないこと。じゃあイチゴでいっちゃおうかな。いや、もうね、次は3文字以上でやっていただかないとね。マシマリが入りました。うん、近いよ。行くぜ、お願いします。それじゃあ、はい、いただきます。うん、この味は、うん、なんだ、とってもおいしい。はい、ありがとうございます。それではこちらのコーナーをやっていきましょう。レディークエスション。リスナーの皆さんから届いた質問をゲストに一問一答形式で答えてもらいましょう。それではいきますよ、レディークエスチョンスタート。リミさんから、好きなお菓子を教えてください。ポテチ。みずきさんから、毎日の習慣は。習慣、歯磨きをいっぱいする。ルリさんから、
一番リラックスできる瞬間ってどんな時でした？どんな時？寝てる時？うん。Mヤンさん、電車での移動中何をして過ごしますか？ああ、音楽聴いてます。音楽。鉛筆さんから、好きな魚は何ですか？魚？あれだ、あれよ、あれ。出てこないぞ。後で言う、後で言う。後で言う、後で言う。気になる。いやでもあるあるある。後で。あのね、来てる来てる、ここまで来てる。なんだっけあいつ、強そうな感じ。強そうな感じ。感じ終了。じゃあ好きなお菓子を教えてくださいということで、ポテチ。ポテチ。いやもうパッと浮かんだのがもうポテチだったね。シンプルに。パッと思い浮かんだ。あ、そうそう、パッと思い浮かんだのが。じゃあお菓子がいっぱいずらーって並んでて、手に取るっつったらポテチ？ポテチかな。こだわりはありますか？好きな味とか。好きな味はね、もう結構味濃いめのさ、濃いめ、強いて言うならもうのり塩かな。のり塩というか、もうでもさ、いろんな味あるじゃん。結構濃いめの、うん。あとチーズとかさ、すごい匂いの、開けたらすごい匂いするやつ。あー、あるね。もう全然味も濃いのでね。うんうんうん。てかさっきさ、プレートのさ、ケーキのさ、プレートのチョコ、取ろうとしてたよね。なんかすごいチョコ好きなんだよねみたいなことをさ、醸し出してたけど。もうチョコからのポテチ。本当？じゃあポテチにチョコがコーティングされてるのがベスト？あるあるある、あれ好き。好き？あれ好き。好き、めっちゃ食べる。え、俺だって聞いてたと、ポテチさ、ご飯食べながらとか食べれちゃう、俺ポテチ。やばい、それは。ほんと？全然何、おかずじゃないけど、なんていうの、サイドに。サイドに。サイドサイドおかずの一つってこと？そうだね。そうそう、全然いけちゃう。食べちゃう。食べちゃう、食べちゃう。はぁー。あ、しどうよ。俺はそれは無理だな、ちょっと。いや、試してみよう。じゃあ今度一緒にやってみようよ。じゃあちょっと試させてもらうわ。でも、じゃあ次の、毎日の習慣で歯磨きをたくさんする。歯磨き。そうね、なんかさ、口がさ、リフレッシュ、リフレッシュされる、するね、すっきりするのが単に気持ちいい。ああ、うんうんうん、です。広がんねえよ話。そうだよ。そうそう、でだから朝でしょ。朝ね、うん、できればほら、昼ご飯の後と夜ご飯の後はしたいね、はい、朝ご飯と昼ご飯の後、うん、極力持ってる歯ブラシは。3回だな。意外と大したことないやろ。いやでも意外、5回ぐらいやってんのかと思ったよ。いやでもそうそう、だからやれるんだったらやりたいし、うん、なんなら家にいるときはやるかも。あれなんかさ、学生の時とかさ、うん、毎休み時間とは言わないまでも休み時間に水道で磨く人いない？あった。え、っていううちの学校それそういう時間があった。歯磨き時間みたいな。もうみんなコップ持って、うん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 、歯ブラシも。え、俺もあったかも。え、俺もあったかもしれない。そんなメジャーなの？なんか歯磨きしないと外で遊んじゃダメみたいな。え、なかった？それはない。あ、それはない。ごめん。あれれれれ、それはないわ。いや、歯磨きの時間みたいになって、ほら音楽が流れて放送室からさ、うんうんうん、で、みんなが歯磨きする時間なかった。すごい、音楽まで。ね、俺もそれよくわかんないけど、ね、すごい、なんか、え、ない？瞑想みたいな。リラックスタイムみたいになってんじゃん。じゃあ一番リラックスできる瞬間ってどんな時でした？寝てる時。寝てる時、いいよ、もうゴロゴロしながらさ、あ、眠るじゃなくて、そのもう横になるってこと？あ、そういうこと？でも寝てさ、起きて何度でも寝てる感じはまあ、幸せ。俺前回さ、あ、うん、そうちゃんもね、そうちゃんも言ってたじゃん。言ってた言ってた言ってたっけ俺。あ、なんか休みの日暇だったらつい寝ちゃうみたいな話。あ、そう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 。いや、いよいよ、あ、睡眠大事。そしたらアツシもったいないよとか言ってたけどね。そうそう、俺起きちゃうんだよね。なんかもうなんかしてないと気が済まない。いやでもね、俺はでもね、うん、適度な睡眠が俺やっぱ重要だと思う。はい、本当に。いやね、いやなんだゴロ、なんか暇な時にゴロゴロしてるのは全然いいんだけど、うん、なんか一回ね、暇すぎて1日なんか18時間ぐらい寝た時あって。おお、1日18時。うん、すごい疲れるよ。そうだよね、わかるわ、うん、寝まくると疲れるよね。そう、まあね、適度にね、寝るのがいいよってことね。うん、はい。電車での移動中何をして過ごしますか？音楽を聴く。何を聴かれますか？みんな音楽聞く。ああ、何聴くか、うん、そうだね、結構あの男性アイドルが好きなんで。うん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 、そうだね、そうね、聴いてますね。結構ライブとかも行っちゃいます。
お、じゃあもう結構のファン、結構もうファン、ファンクラブとか入ってる。ガチだガチだガチだね。そして一番気になるところこれ本当気になるよ。何何ああ結局なんだか分かんなかったっていう。いや俺も出てきた。あ、出てきた、うん、もう解決するね。好きな魚は何ですか。はい、まあ、後でって言っておきながら強そうなやつって言ってたけどね。そうそう、メカジキ。メカジキ、みんなピンとこない。あれ俺なんかみんな今頭にカジキしか浮かんでこなかった、ね、あのね結構イタリアンとか出てくるのかな、あれ。わかんないけど食べる方じゃん。食べる方、それはわかるよ。それはわかる。その見た目はわかるよ俺も。え、今何の質問だっけこれ。好きな魚は何ですか。食べるよ、食べるでしょ。魚といえば食べないで。いやでもさ、食べる想定でさ強そうって言わなくない。言わない。そうだから俺も水槽で、そうそのメカジキがすごいかっこよく泳いでるのね。強そうのイメージで言っちゃったから、うん、あ俺もう完全に食べるもん食べるので好きなかと思ったわ、うん、だからもうシーラカンスとか言うのかなって思って。メカジキ、メカジキなんでメカジキ。いやなんでだろうね、美味しいんだけど。美味しい、それはわかる、美味しいよね。あのなんだろうね、あのもう言ってしまえば、その先今言ったけど、なんかイタリアンとかそういうので出てくることが多分多いのよ、俺も詳しくないかわかんないけど、その料理がうまい。メカジキじゃなくてもいいのかな、もしかしたら。あーもうその料理おいってな感じでね、今回は小宮くんと、まあ、ほのぼの、まあ、どんな感じだろうね、3人でやっていきますので最後までよろしくお願いいたします。それではここで1曲聴いていただきましょう。小宮くん、曲紹介をお願いします。はい、この曲はですね、スピカ5人の友情を歌った曲です。あつしくん、レコーディングの時どうでしたか。おお、まさかの俺に振ってくるとは。レコーディングの時、いやまあなんでしょう、まあもうもちろんみんなの友情を感じながら歌ったよね。本当に。もちろん。おお、ぜひねそれを皆さんにも感じていただきながら聴いていただきたいです。はい、スピカでマイベストフレンズ。遠藤敦史と服部宗之助のレディーオー。それではラジオを聴いている皆さんから届いた普通のお便り、普通お便りを紹介していきましょう。はい、あかりさんからいただきました。小宮くん、服部さん、遠藤さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私はヒロの声を出す小宮くんが大好きです。おすっげーとかヒャフーってアプリ内に収録されているヒロの声を画面収録するのが最近の楽しみです。いつか生でイベントなどに行って聞きたいなと思ってます。いつも笑ってる小宮くんを見ると元気になります。これからも応援しています。服部さん、遠藤さん、これからは毎週ラジオを聞きたいと思います。お二人の MC も楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいです。もう自分の声とか自分の声とか聞いててどうよ、ゲームの中で。いやなんかね、この子可愛いなって思ってるね、アイドルさんがね、いらして、どれとどれと、ヒロ君
誰が声出してるんだろうって思ってた時も次第ですよ。ちょっと何の話してんだろう。ちょっと何言ってるか。なんかさ、アップデートされたじゃん。はいはい、アップデートされて、こうレッスンの時に、こうレッスンの始めと終わりに新しくボイスが追加されて、そう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 、多分ねよりたくさん声が聞こえるようになったことで、うん、ヒロの声もめちゃくちゃ楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。それでは、水木さんから、遠藤さん、服部さん、そしてゲストの小宮さん、こんばんは。こんばんは。小宮さん、はい、初めてのレディーオー出演おめでとうございます。ありがとうございます。小宮さんのことをもっと知りたいと思っていたのでとっても嬉しいです。そこでパーソナリティのお二人から見た小宮さんの印象を教えていただきたいです。俺はな、でもね、同じユニットだし、うん、割と合ってるけれども、同じユニットだしっていうかね、事務所も一緒だからね、めちゃくちゃ合ってるか。もうね、みんな現場で一緒だよね。どうだろう、でもやっぱ元気なイメージなのかもしれないけど、結構ね、おとなしいよね。だからもう底抜けの元気って思ってる人が多いかもしれないね。そこ、ね、常人の元気、常人の元気難しいな、難しいな。いや俺隼人と、うん、よくねゲーム一緒にずっとやってて、もう喋りながらとか、あとね結構ご飯一緒に食べたりとかも、一緒に食べるね、うん、してるよね、だからなんか俺も最初の隼人の印象って、すごい明るくてうっさいやつなのかなって思ってたね。いや別に悪い意味じゃなくね。いいね、第一印象がね。うっさいやつなのかなって思ってたら、でも実はそうじゃなくて、すごい周り見えてるし、何なんだろうね。用意者されてる。なんか大人というか、すごい優しいし、ギャップですよ。は？いやね、俺もアツシは、そうね、スピカのキャストのメンバーの中だと一番話してるね。ああ確かに、うん、そうかもしれないね、意外と、帰りとか帰りとか一緒なの。あ、そうなんだ。同じ電車とか乗ってたりとか、なんだろうね、なんか些細なことでもう二人でペラペラ喋ってる、帰り歩きながらとか。そうそう、なんかね、でも出かけたりはしてないはずなんだけど、あまりね、そんなに人より多いわけではないけど、でも結局なんか現場とかイベントとか、そうだね、もろもろね、そうそう、もろもろでは何か何か喋ってるよね、結構。でもね、多分ね、何を話したかって言われたらね、言えないから、多分中身ないんだろうね。確かに。何も覚えてないな。ひたすらにベラベラ喋ってる、意外とね。でも波長が合うんだろうね。いやでもね、そうちゃん、あのね、そうちゃんもさっきご飯行くとか言ってたけど、あのね、実はですよ、お家近いんですよ、僕とそうちゃん。ご近所さんなんで、ね、そう、歩いて10分ぐらいです。めっちゃ近い。マジ近い。だからもう急に電話して、今何してる、ご飯行こうって言って、いいよっつって、もうちょっとご飯行って、じゃあねとか、全然よくある、いや本当に。急に LINE 来るからね。そう、あのだからそう、家近いから、例えばそう今日もだけど、あとイベントがある日とか、あの一緒に行くよね。そうだ、一緒によく一緒に現れるよね。そうなんか波長が合うっていうのもあるしね。だからね、この二人はね、すごいね、仲のよろしい二人だからね。今日だからなんていうの、まあ僕たちマイベストフレンドということですね。ありがとうございます。皆さんからのメールを紹介しました。続いてはこちらの企画、レディー川柳、空を見上げながら。シェアハウスの窓際で空を見上げながら、つい口に出してしまった川柳、僕遠藤敦志がキャストを務める今野あずさが思ったことをつい川柳にしてしまう癖があることからやることになったコーナーです。はい、いやー楽しみだな。前回はね、いろいろ伝説が生まれましたけど。でも任せてください。これ今回すごいよ。あの前回の配信の後、すげえ一人で家で考えてたもん。マジか。川柳ってなんだろう、川柳とは、はっっていう瞬間があって、でそれ踏まえて今日来てるから、何か教えてくれないんだね。それは教えませんよ。聞いてくれ。俺もね、前回の聞きましたよ、二人の。やばい。何やってんだと。おい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 、そんなんじゃね、これから MC 大丈夫かと思って、今日こうね、みんなの背中ぶち叩きに来ましたよ。おい、言ってくれるね。強気じゃないですか。言ってくれるじゃない。注文を見せてあげます。お、
アツシは？いやもちろん俺もね、前回の勇気を振り絞ってね4回ぐらい聞き直したからね。それはすごい勇気。それはすごい。もうあの地獄の時間をね、俺はもう5回ぐらい経験してるからもう大丈夫よ。じゃあ見せてもらおうか。おみんなの。もう見せましょう。俺も見せるよ。見せていただこう。じゃあ誰から言いますか。これあれだね。じゃあ恒例のね順番決めということは恒例のイケボじゃんけん。イケボじゃんけん。イケボじゃんけん。いくしかないんじゃないでしょうか。はい。最初はグー、じゃんけんちょい。あ、ポイじゃねえし。俺パキッつっちゃった。おい、俺パキッ。じゃあこれは俺とハヤトが勝ったからこの二人でもう一回。そうだね。オッケー。二回戦いくよ。最初はグー、じゃんけんパー。アイコでチョキ、アイコでパー、アイコでチョキ。いつまでやんだよ。おい。ああどうしようかこれは。決めてもよし、はい、仕切り直し、いくよ、いくよ。最初です。確かね、はい、最初はグー、じゃんけんチョキ。おつしかったね。しゃい、やってやりますよ。はい、それでは順番は僕遠藤敦志が1番、2番が隼人、3番がそうちゃんで、はい、いきましょう。それではまずお題を見てみましょう。電車、電車、電車、電車。それでは10秒シンキングタイムです。3、2、1。それでは敦志くんお願いします。上着だけ遠くの駅に行っちゃった。これね、どういうこと。俺先週仕事のね前にこう普段使ってる電車がちょっと俺にとって暑いのよ。だから上着を手にかけてたのね。手にかけてたらその終着駅でふと、え、上着ない、上着どこ行ったってなって、うん、そう、なんかその止まる路線の各駅に電話してもらって探したんだけどその場では見つかんなくて、うん、その仕事の後に電話したらどこどこの駅にありますって言うんだけど、それ俺が使ってない路線なのよ。え、上着だけ途中の駅で乗り換えして、うん、遠くの駅に届けられてて俺そこまで取りに行ったの。何それ。えホラーだよそれ、怖っ。でもなくなるでもなく取られるでもなく なんかねあったんだけど、途中で乗り換えしてなんか、え、なんでって思って寒かったマジで。おー、これほんほんほん誰かがね、なんかな、怖いな、やだな。はい、ハヤト、じゃあ行こうか。それではハヤトが挑戦するお題はこちら。ドライヤー、ドライヤーという。それではシンキングタイム10秒です。これ大変だよね。これ電車と関係なかった気もする。3、2、1。それではハヤトくんよろしくお願いします。ボー、風を含んだ俺の元へ。来たっしょこれ。まず、え、最初の5文字をおーで消費する。いや、あれ、あの流し棒だよ。いやいや、わかる、わかるけれども、やってることはわかる。いやいやいや、どう、これ結構でもいいんじゃない。なんかさ、え、最後何、最後なんつった、なんて言ったっけ。俺の元にって言った。俺の元に、俺の元に、何文字、俺のも、俺の元へ。五七五か。ああ字余りだろ。いや、技法を使っていくこの、いやもう技法しかなくてもいや、ひどい。最初怖い話でも始めるのかと思ってもボーとか言い出すから。俺の元へ飛んで行け。うんうんうん、いや、よう今日の意気込み言えたもんだね。いやいやいや、俺らの背中をバチンと押すっていうくだりは何だったんだって。何だったんだよ。川柳で擬音を言うっていう、まず試みが。いや、ドライヤーといえばよ、風ですから。はい、まあ
うん、そうか。うまいわ。じゃあもう。みんな。じゃあ。それではね、鳥として見せていただきましょう。ハットリくんですよ。だらしないよ、みんな。お手本見してよ。はい。はい。ハットリくんが挑戦するテーマは、サリチルさんから。川柳のお題は、セロリでお願いします。私の一番好きな食べ物です。風なひとときを。紹介してくれてる。あ、ゆう、ふう、風がなひとときを期待しています。ちょっと待って、セロリ。ちょっと待って、待って、待って、待って。自分で使ったね、時間。それでは、宗之助どうぞ。緑色、また僕を包み込む。ちょっと待って。おいおいおい。また新しい技法が。待って緑色。ちょっと待って、待って、違うんだよな。違うんだよな。しかもなんかね、もう気になるところが多すぎる。ね、文字数もおかしいし、また僕を何があったっていう。包み込んだっけ？なんだっけ？何？どうしたの？これ違うんだよ。違うの。違うの。説明してくれよ、マジで。何もわかんないよ。じゃあ、俺セロリ結構苦手で。はい。まあ、独特な苦味というかあるじゃない、はい、ね、まあ、セロリといえば緑。いやでも最初に俺セロリから入んなかったっていうのがもう成長でしょ。ラジオね、例のね、前回ね、前回のおまけパートでちょっとリベンジさせてもらいましたけれども、うん、その時そうちゃんの伝説ね、ラジオ。まあまあ、ね、教えてよ、何、ま、マジで、そうそう、また僕を包み込む、何、じゃあまず緑色っていうのが、はい、まずセロリをイメージしてます、うん、セロリが出てきたんだね、出てきました、まず、はい、そしてまた僕を、はい、うん、また僕を、まあまあ5文字だけど、5文字なんだ、5文字だけど、まあ、5文字だけど、また僕をっていうのはまた僕をって意味よ。もう これ以上の意味はないでしょ。、はい、まあ、また僕をね、分かった、状況包み込む、これはね、あの独特な匂い、味、それが俺の五感、五臓六腑、すべてに染み渡り包み込む。見えました。はい、見えませんでした。はい、そう、はい、見えませんでした。レディー川柳、空を見上げながらでした。こんなメッセージいただきました。ミニマリストさんから。皆さんこんにちは。春から新社会人になる私です。バイト最終日の帰り道、音楽プレイヤーのシャッフル再生を押すと、マテロケのスタートラインが流れてきました。歌詞が私自身と重なり、胸に込み上げるものが。実家を出ることに不安もありますが、これからも皆さんのご活躍を励みに突っ走ります。というお便りいただきました。そんなあなたの背中を押してくれる一曲です。聴いてください、マテンロケットでスタートライン。春の風がこの背中を押して、新しい道を歩き出す。いつか描いた未来の続きは今からリアルになる。きっと初めからうまくいくって思わないけど不安になる。それでも笑っていよう。そう胸に
遠藤敦史と服部総之助のレディーオー、目指せ声優ゴールドステージ。レディーのアイドルたちが作品の世界の中でランキングの最高峰ゴールドステージを目指して頑張るように、僕たちも声優としてのゴールドステージに上がれるように企画に挑戦していこうというコーナーです。今回の企画はこちら、レディラジオ CM を作ってみようです。おお、新しい企画ですよ、ラジオ CM。 はい、これはどんな企画ですか。もうこの番組で流すスマホゲームレディのラジオ CM を3人それぞれで作成します、うん、はい。で、一番良かった人のものが実際に今日の番組のエンディング前に CM として流れるそうです、うん、おー、ラジオ CM。 曲がザ・ビギニングプレイスで、まずユニット名言って〇〇役の〇〇ですと、うんうん、はい。で、レディはあなたが新人プロデューサーとなって5ユニット18人の少年たちをデビューさせトップアイドルに育てるスマホゲームってあって、はい、その後アドリブが入ります。アドリブ、はい、こう見せどころですよ皆さん。で、最後に皆さんぜひレディーをプレイしてくださいねって終わります。おお、これはなんだ、本格的なやつかな。ほうほうほう、何ハヤト、リベンジ、リベンジさせていただきましょう。お願いしますよ。なんかお願いしますよとか言ってながら俺もリベンジしなきゃいけないんだけどね。そうよ、555ここでなんとか。いやー、じゃあまたこれも順番はどうします、どうする、一計ボジャンケンでいきますか。最初はグーじゃんけんパー。あ、負けた、3番だ。最初はグーじゃんけんパー、アイコネチョキ、アイコネグー。ハヤトが、ハヤトが勝ちました。ハヤトが先行で、ハヤト、ハットリ、アツシ、はい、おい、おお、トップバッターか、いっちゃうんじゃないのこれは。いっちゃいますか。いやもう任せてください。どう、整ってる、整いましたか。ちょっと待ってね、うん。いや、アドリブですからこれ。これアドリブですよ、だって。あ、まあ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 、もういける、自分信じるわ。あ、じゃあもういっちゃいましょう。自分信じる、お願いします、うん、ちょ、ハヤトくんの挑戦です。鈴木か、五十嵐ヒロ役の小宮ハヤトです。レディはあなたが新人プロデューサーとなって5ユニット18人の少年たちをデビューさせトップアイドルに育てるスマホゲーム。今しかないこの一瞬、僕はアイドルになる。そう、この一瞬をあなたに捧げます、プロデューサー。皆さんぜひレディーをプレイしてくださいね。よろしくお願いします。もう、おお、正統派、正統派じゃないのこれは、ね、まさかの、どうこれ、うん、結構まとまってない。いや、ちょっと完成度高くてリアクション困っちゃったよ。これは後続が辛い流れなのでは。辛いなこれ。まあまあまあ、こんなところですね。急に見せてきたな。前の棒とは思えないまとまり具合なんだけど、何これ。なるほどね。いや、オッケー。オッケー、じゃあ行きますか、2番手。水飲んでいい？あ、どうぞどうぞ。自分が今準備しております。いや、どうでしたっけ。もう完璧？どう？俺もね、結構ね、あんまり覚えてない。勢いかよ。お、整ったのかな、これは。整いました。それでは、服部総之助くん、お願いします。魔天ロケット、真田純之介役の服部総之助です。レディーは、あなたが新人プロデューサーとなって5ユニット18人の少年たちをデビューさせトップアイドルに育てるスマホゲーム。あなたが会いに来るまで僕ここで待ってるから、皆さんぜひレディーをプレイしてくださいね。おお、キュンとくる。え、俺ね、好き。あ、好き、俺好き。あ、よかった。これまた、あ、でも正統派だけどなんかね、セリフを入れてきたね。うーん、なんか違ったね、形。え、めっちゃいいよ。やばいな、うん、え、これやりづらい。嘘だこれ。鳥ね、うん、そうだろ。まあ、任せて、くだ、見せてください。お願いします。まあ、時間もたっぷりあるからね。整った、整った、もう流れでいっちゃいましょう。お、いい、それでは、アツシの挑戦です。スピカ、今野アツシ役、遠藤アツシです。
レディはあなたが新人プロデューサーとなって5ユニット18人の少年たちをデビューさせトップアイドルに育てるスマホゲーム。夢ときらめきの王国、青春とイマジネーションの海、今しかないこの一瞬、僕たちと一緒に。皆さんぜひレディをプレイしてくださいね。何最後、最後の何、言い切らない感じ。いいてか、なんか二人ともそのなんか何イケボ調なの、俺もやりたかったな。これは集計が気になるところですけども、気になるところだね。まあ、今回は実際にセガの担当の方が決めてくださるということで、この3人の中からラジオのこのエンディング前をぜひ楽しみにということで。あら、ドキドキするね。仕事の奪い合いですよ。確かに3人もうこれガチのオーディションですから。意外とね、3人とも正統派で CM の仕事ということで、やったよこれ。ドキドキしためっちゃ。じゃあこの後誰の CM が流れるのでしょうか。目指せ声優ゴールドステージ、スマホゲームレディのラジオ CM を作ってみました。遠藤敦史と服部宗之助のレディオここでレディからのお知らせです。レディのゲームは iOS 端末のスマホの方は Apple Store、 Android のスマホの方は Google Play にてダウンロードができます。いっぱい遊んでくださいね。はい、先日ゲーム内アップデートがありました。アイドル活動が10倍速で進行できたり、デッキ編成時におすすめ機能が追加されたりと、より遊びやすくなっていると思います。皆さんいかがでしょうか。そして3月11日13時59分までゲーム内イベントサファイアフェス喝采のシュバリエが開催されています。今回フューチャーされているのはスピカ。イベント報酬として星5ミツキ、星4サモン、星4タクミがゲットできます。さらにイベント特攻がついたフォトが手に入る。フォト撮影、蒼天にきらめくノブレスも同時開催中です。こちらでは星5の宗師、星4の小麦、星3の純之助が登場しますね。絶賛イベント中ですけれども、やってますけど、うん、でも淳はね、うん、もう宗師ゲットしたってね、かっこいい。てかね、もう宗師のフォトも公開されてる、美月の報酬のフォトもめっちゃかっこいいよね。ダブル王子やね。ね、ダブル王子やね、うん、まあ王子とキングなのかなあれは。ああそうだね、プリンスとキングだよ。いいな、俺もプリンスとキングになりたい。はいはいはい、レディとカラオケの鉄人のコラボが現在開催中。3月31日日曜日までミュージックビデオ付きでレディの楽曲を配信しています。さらにゲーム主題歌ザ・ビギニングプレイスも限定配信。ザ・ビギニングプレイスがカラオケで配信されるのは今回が初めて、なんとオープニング映像付きで楽しめます。コラボ期間中はここでしか飲めないノベルティ付きのコラボドリンク販売もありますよ。おー、ね、おこのねカラオケの鉄人、前回もちょっと触れましたけれども、触れたけどちょっと喋りきれなかったからね。うん、うん、実はねその2人で行った時に、うんうん、淳が、うん、ペンデュラム歌って、マテンのヘッドの曲めっちゃ聴きたい。いいので俺がスペシャルニューワールドを歌う。ああ、なんでその何それ、おい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 。全然興味ないじゃん俺の。これねお互いのユニットっていうかね他のユニットの曲難しいんだよね。難しい、え、ね、それね俺もすごいわかる。歌ったことあるけど、こんなに難しいのみんな歌ってるのっていいっすね。すごいなーって思うよね。難しいよね、うん、これもうカラオケ行った方も多分経験することだと思うので。もうねここをかっこよく決めるみたいなの、うん、ちょっと聞き込んで挑戦して、ね、いただきたいと思います。うん、はい、それでは続いてこちらの情報です。これまでに発表してきた5ユニット計15曲からえりすぐりの楽曲を各ユニット1曲ずつと、この CD でしか聴けないスペシャルメドレーを追加したアニメイト限定販売の豪華セレクション CD セレクションズがアニメイト各店で予約受付中です。さらにセレクションズの発売を記念して札幌、大阪、秋葉原、広島、名古屋のアニメイトでレディのキャストが登場するインストアイベントの開催も決定しています。3月17日アニメイト札幌にラベリッタ、
3月21日アニメート大阪日本橋にジャストフォーユー、4月6日アニメート秋葉原別館にスピカ、4月13日アニメート広島にレイグランツ、4月21日アニメート名古屋にマテンロケットのキャストたちがそれぞれ登場予定です。イベントの参加方法と整理券配布情報の詳細はアニメート各店舗へお問い合わせください。そして池袋、大阪、名古屋、栄、福岡のプリンセスカフェにてコラボを実施中です。東京以外で初めてのコラボカフェです。ぜひお近くのお店に遊びに来てくださいね。詳細はレディープリンセスカフェコラボ特設サイトをチェックしてください。続いてはこちら、レディー初のムック本、レディープレシャスガイドの発売が決定いたしました。こちらはなんとレディーの情報がたくさん詰まったプレシャスな一冊です。なんと表紙は各ユニットのリーダー5人が揃った新規書き下ろしイラストです。5人ともめちゃめちゃかっこいいそうですよ。あんらんあんらんらあんらんらん詳しくは角川公式ページをご確認ください。さあさあさあ、最後に5月11日のライブステージイベントについての情報です。一般チケットの抽選販売を現在実施中。応募期間は3月10日23時59分までです。今回は期間中に応募くださった方の中からの抽選となります。詳細はレディ公式サイトのお知らせで公開中なのでそちらをチェックしてください。以上、レディからのお知らせでした。マテンロケット真田潤之介役の服部壮之介です。レディはあなたが新人プロデューサーとなって5ユニット18人の少年たちをデビューさせトップアイドルに育てるスマホゲーム。あなたが会いに来るまで僕ここで待ってるから、皆さんぜひレディをプレイしてくださいね。そうちゃん俺だったか。おめでとうございます。ありがとうございます。いやでも正直本当誰のか全く分かんなかった。これアツシかなと思ったし、でもハヤトのも良かったし。本当に、うん、まあね、ありがとう。運集計の結果ねちょっと聞いたら僅差だったということでもあるんですけれども、まあね文句なしだねこれは、うん、もう良かった。俺も好きだったもんそうちゃんなんかね もはや ね, ね今後も使ってほしいこれ取っておいてほしい。いやいやいや、ありがとうございます、はい、そろそろ終わりの時間になりました。あらやだ早い、この番組では皆さんからのメールを募集中。インターネットラジオステーション温泉の番組ページにあります投稿フォーム、または ready@onsen.ag readyyy@onsen.ag です。お待ちしています。この番組でかけてほしいレディの曲へのメッセージ&リクエスト、普通歌などメールをお待ちしています。いや今回もねなんかすごく素敵なエピソードを添えてスタートラインごリクエストしてもらいましたし、ぜひなんか曲の感想だけじゃなくてこの曲を聴いてこんなことをしてますとか、うん、こういう時に聴きますとかぜひね。そうだね、ぜひぜひお願いいたします。お願いします。ハヤトどうでした今日？今日ね、うん、あっという間だった。めっちゃ楽しかった本当に。本当ちょっとね緊張してたのよ、うん、俺ラジオ初めてだから。お初めてだったの、うん、実はちょっとどんな感じなのかなとか緊張してたけど、あのいつもね慣れ親しんだ2人と、いやもう楽しくすごい時間過ごさせていただきました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。いやいや楽しかった。俺も本当に楽しかった。もうね俺前回の方がノリノリできたけど今回はちょっと緊張したわ。前回のあれを受けて緊張したわ俺も。確かにね。ハヤトも楽しくできたみたいで本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。そして次回はマテンロケット高千穂秋役梅田修一郎くんが来てくれます。あら梅ちゃん、梅ちゃんです。梅ちゃんくんの梅子くんの、梅ちゃんへのレディークエスチョンの質問も送ってくださいね。それではそろそろお別れしましょう。お相手はスピカ今野あずさ役遠藤敦史と、マテンロケット真田潤之介役服部壮之介、そして今回のゲストスピカ五十嵐博役小宮隼人でした。来週も聞いてくださいね。レディーオー。この番組はセガゲームスの提供でお送りしました。